ハンマー岩尾先生です。ハンマー家の本家の本の末路のハンマー岩尾先生です。今回はね、自由題発表というわけじゃないですけども、加速装置を、発明しました。ベルトですね。ベルトを締めておきますとね、まあ腕でもいいんですけれども、スマートウォッチでもいいんですけど、ね、これをつけときますとね、そういう加速装置内蔵のね、スマートフォン、ね、これをつけるだけで、もうで加速装置というのを内蔵させます。でこれが私が発明したんですけれども、半重力装置で自分の体の目方を100分の1にしちゃおうと。スイッチ入れてね、一瞬だけね、バッテリーが持つだけ、持つ範囲だけ、超電導の電磁波で体を覆ってしまいまして、自分の体を100分の1にしちゃうんです。一時ね、ですから1秒で 100m 走ることができる。1秒で 100m、 自分の体の見え方がね、100分の1なんでね、移動が簡単になっちゃうわけですね。そういう装置を僕は発明しました。で、そうですね、いろいろね、こういう装置はね、面白いんじゃないかという、まだ実際作ってないですね、用意してませんけども、私の頭の中で設計図が終わりました。そういうことでね、ちょっと発表いたしました。こういうスターゲートに出てくるね、腕時計ね、加速装置ってありますでしょ。映画で出てくるんですけど、ボタンを押すと一瞬にして移動、山の上にまで行けたりとかね、するんですけど、一瞬にしてね、これ僕は発明しましたね。実際にできるということですね。自分の体の目方を100分の1にしちゃうんです、一瞬ね。ですから、その余裕ができたパワーでね、移動するともう100倍の、ね、速さになっちゃうんですね、体の動きが、ね、マラソン選手だったらね、普通の人でも 100m 1秒切っちゃうんです。そういう加速装置のですね、研究開発が頭の中で終わりました。あと勝手に作ってください。実用的にね、半重力装置ですから、ぜひね、原理はそういうことになります。どうもありがとうございました。